次のテーマはですね、はいよ、右か左か。あ、右か左か。はい、じゃんけんで勝ったら左、じゃんけんで負けたら右。オッケーオッケー。はい、勝ち左ね。いいよ、勝ち左ね。そう、最初はグーじゃんけん、はい、左ね。はい、僕左。俺右ね。右ね。オッケー。俺左。はい、じゃあ左行きます。はい、先行。何があっても左しかない。もう左の回転率、うん、右の回転率比べると、うん、左の回転率は右の回転率の 4.5 倍あります。なので左の方が絶対にいい。左ってしかも右より、漢字の文字数多いちゃう、呼び名が左3文字あるんですよ。で、右は右って2文字しかなくて、3文字多い方が絶対にいい。で、それでもう文字数で勝った。で、画数、左漢字で書くと 1,2,3,4,5 画、右 1,2,3,4,5 5画一緒。結局3文字勝っとる左の方が、優先順位は高い。で、左回転率が 4.5 倍高いということは、もう左しか方法はない。何があっても左、いつまでも左。僕左以上。はい、はい、木村さん。左っていう響きがまずダサい。ダサい。まずやっぱり最終的に生き残るのはシンプルな右。もうなんか右って言いやすいし、もうなんかひらがなで右って書くだけでかっこいいし、Tシャツに右ってひらがなで書いてあるだけでいけてるけど、左って考えたらダサい。ちょっと絵頭っぽい。右の方がやっぱり気分がいい。右折っていう方がいいし、右の方がやっぱり目が、視力が俺いいから、左よりはやっぱ右。左利きの人ってちょっとなんか気がおかしい人も多いし、右から見て右習い右とか全部右やと思うんや。やっぱ基準、生きる基準は全部右向け右。はい、左のターン。左向け左とかはなかなか言いにくい。確かに右向け右の方が言いやすいな。言いやすい。そこは参った。そう、ただ左は天才が多い、やっぱり。その3対7とか、なんかやっぱなんて、大勢で囲んで敵を倒すのか、少ない人数で大勢を倒すのか、だからどっちの方がヒーローっぽい。少ないやろ。少ない人数で多い人数を相手にするのがなんかヒーローっぽいやろ、うん、それなので、左利きの方が圧倒的に少ない、うん、それで大人数を相手にすることができて、もし左が勝った場合、うん、ヒーローなんやんな。右が多い中で右が勝ってもヒーローになれれへんのやから、夢も叶わへんし何もない、うん、左、うん。はい、右のターン。右から見て右って右やと思うよ。ほんで、ちょっと待って、当たり前。それがおもろい。いや、ちょっと待って。いや、そのままやろ。で、いや、違うんやって。右、一回右曲がるやろ。で、右曲がるやろ。で、もう一回右曲がるやろ。で、右曲がるやろ。また元の位置に戻ってくんやって。右に曲がって、右に曲がって、右に曲がったら、また元に戻ってくんやって。同じ位置。左もな。右は、ちょっと多分、右側、一周して帰ってきて、また同じとこに戻ってこれるんや。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あれ後半だったの。